お疲れ様です。今回は映画ゴジラマイナスワン100倍感動する動画やっていきます。ついに先日公開されたこの作品、公開初日に私 IMAX とドルビーアトモス2回鑑賞してまいりました。この動画では補足情報や分かりやすい解説を交えて物語の深掘りと疑問をすっきり解消させて、もっと今作を楽しもうという動画になっております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。年内までに15万人コツコツ目指しております。あとはコメントのやり取りがモチベーションにつながります。こちらも返信してますので、ぜひコメントしていってください。それでは早速参りましょう。まずは今作の私の感想をご紹介していきます。私長崎県出身ということもあって、非常にこの反戦映画としてこの作品は好印象を持ちました。特攻だったりとか原爆の被害だったり、戦争で起こった負の面を伝えるという意味では非常にですね、現代において意義があると思いました。戦争映画も昔ほどはね、作られなくなってきた。ゴジラという日本の一大コンテンツで当時の人の生き方、命の扱われ方を描いてあったということは、後世に残す意味でもいい作品だったと思います。さらに私も世代であり、思い入れのある監督、山崎隆監督のまさにこの総力戦、これまでの自分の力を全て振り絞ってゴジラという作品に打開を挑んだ映画となっておりました。かつてシンゴジラの時に山崎隆監督はですね、広告にコメントを出す時に、いやー庵野監督、こんなものを作ってしまって次やる人はハードル上がったなと言っていた。自分がまさかやる羽目になるとは。監督のキャリアというのはやはりこの VFX デビュー作であるジュブナイルとか、あとはリターナーとかね、子供の頃ワクワクしながら映画館に行った記憶があります。その後はまあいろんな映画を作りながらもね、オールウェイズ3丁目の夕日で大ヒットをし、シリーズ化していき、まあ昭和レトロを CG を使って再現するということで話題になりました。その後は永遠のゼロの大ヒットがあり、戦闘機乗りの特攻の人たちの切なくも悲しい物語、そして現代に継承していき、まあ、その後は海や戦艦をテーマにした映画、他にもこの異形ですね、妖怪もののけを扱った異形もの、夫婦愛もこれまでたびたび描いてきました。特にオールウェイズ3丁目の夕日は、小雪さん演じるヒロミがその自分の知り合いである女性の子供淳之介を引き取って、それを茶川龍之介に託すっていう風な変わった家族構成の成り行きっていうのは、今作と非常に似ていた部分があったと思います。ちなみにですね、この作品に冒頭であんたみたいな人が言ってもいいと言っていた遠藤優也さんという方が、子供の頃にジュビナイルの主人公を演じていた方です。他にもね、結構いろんな客演というか、あ、この人出てるんだみたいなのありましたよね。また楽曲も過去作品を思い起こすような、四季島が特攻するシーンにかかっていくあの曲とか、結構永遠のゼロにかかっていたあの音楽を思い出しました。これ山崎隆監督の映画作品以外にもですね、ゴジラ関連で言うとまたここも繋がってくるんですよ。オールウェイズ続3丁目の夕日の冒頭では、本当にこの昭和の街並みが破壊されて瓦礫の中を社長が突き進んでいき、その向こうにはゴジラが登場してくるっていうサプライズのシーンがありました。その後制作されたゴジラザライドス、私ですね、この西武遊園地に一人で行ってきましたし、山崎隆展をね見るために長野の松本まで、こちらも一人で行ってきましたね。家族とか恋人がいる中で一人ぼっちで行く私のこのマイナスの感情がですね、膨らみつつもこのゴジラザライドを体験しましたけれども、このゴジラザライド自体、西武遊園地が新たにですね、この生まれ変わる時に昭和のレトロの商店街を再現して、ゴジラザライドはその昭和の街並みをゴジラがこう蹂躙していくっていう風な、まさにオールウェイズの冒頭があってゴジラザライドがあって、まあ、そこでね自信をつけて今作へとつながっていくような一連の流れがあるんですね。これまでのキャリアのですね、この点と点が結ばれてきて、さらにこの自分が持ってる成功体験、武器ですよね、それをやれるだけ詰め込んで自分がかつて思い入れがあったゴジラという作品に挑戦していく、まさに今作そのもの、みんなで力を合わせて総力戦でゴジラに挑んでいく映画作りを体現したような作品になっておりました。さらに今作を見ていて感じていたのは、やはりこの山崎隆監督の大衆目線というか、映画を年間何十本見に行く人たちよりは、それよりももっと大きなたくさんの人たちが映画館で見た時にどんな体験をするのか、どんな感情を持つのかっていうのを重視している大衆作品としてのですね、覚悟をこの作品を見ていても感じました。やっぱり見ているとこう結構分かりやすいところとか、伝わりやすいところとか、なんか変に斜に構えずにこうまっすぐに届けようとしていく、こう大衆作品に向き合ってきた山崎監督なりの映画作りという戦争をやっているんだなっていう風なですね、濃厚な山崎隆というこの人物と、そしてそれを抱えるこの白組とかチームやスタッフのこの味が濃い作品にもなっているなと思いました。はい、
ここからですね、この映画に描かれていたこの背景とか設定についてもね、お話ししていきます。まあ、ちょっと歴史とかもね、知っておくとさらにこの作品スッキリしてくると思います。あとは若干考察というか僕の主観も含むお話もしていきますのでご了承ください。もともとですね、第二次世界大戦というのは日本国とナチスドイツ、そしてファシストイタリアのこの枢軸国とアメリカ、ソ連、中国、イギリス、フランスとこういった連合国、この2つの同盟国の戦いが行われておりました。まあ、結果1945年8月15日が終戦の日としてポツダム宣言が樹立されていきます。その後日本はアメリカの管理下に置かれるんですが、まあ、敗戦国ですので敗戦処理があります。武力は接収、抑えられてしまいます。そして帰ってきた兵隊にはボロボロの生活が待っている。しかも隣人にはあんたたちがだらしないからこんな風になってしまったと言われてしまう。さらに特攻から逃げてしまった、生きてていいのかと自問自答する日々が続いてしまいます。生きることよりも死ぬことにも価値があった時代なんですね。そんな中で生き延びるために、あの女性の場合は娼婦ですね、アメリカ軍事に対してこう体を売ったりとか、通称パンパンと呼ばれていましたし、まあ、男性の場合はこう危険な肉体労働などでお金を稼いでいく。で、今作に出てきた、あの、大戸島にいる漢字のゴジラが、クロスロード作戦、1946年に行われた一連の、その一個じゃなくて、その当時行われていた一連のこの核実験のことをクロスロード作戦と言います。大戸島にいたゴジラから、今回の怪獣ゴジラになっていく。あの、小さかったゴジラが、原爆のダメージからですね、再生しようとした結果、膨らんでいって、ああいう風になっていったそうです。監督はですね、今回のゴジラは怖いゴジラを目指していたということで、やはりですね、ゴジラファンの人ならゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃を思い出したと思います。通称 GMK ですね。このゴジラはまさに過去ゴジラの中でもトップレベルに恐ろしいゴジラで、もう白目を向いてるんですね。そして日本を守っているモスラ、キングギドラ、バラゴンというこの五穀三星獣をメタメタにしていくっていうようなですね、もう超怖いゴジラになっております。今作のマイナス3ゴジラを、まあ、それをですねオマージュしたのか、最後の方はちょっと白目っぽくなってましたよね。怖いゴジラを見つつも一瞬ヘケっていうね、同時上映されたトットカハム太郎を思い出してね、邪魔しないでくれと思うんですけれども、この怖いゴジラが銀座で暴れるシーンというのはまさにこの荒髪というか日本神話に出てくるような神様のような特徴的な目をしてましたよね。荒髪がその日本を舞台にして舞い踊る、怒り狂ってるようにも見えました。今回その銀座で暴れた時にはこの銀座の時計塔とか、あとは日本劇場などがね破壊されていましたが、この2つっていうのは空襲がありつつなんとかその建物の形を維持してたんですけれども、それも今回のマイナスワンゴジラによって破壊されてしまう。まさに怨霊が自分たちを忘れさせないために復興しようとしている生き残った人たちの元に現れていたような、そんな怨念のように見られました。大戸島に現れた時もあの整備兵たちっていうのは特攻に行けなかった人たちのもう一度こう整備して特攻させるために動いていました。他にもこの熱線を離す時は国会議事堂を守る戦車だったりとか軍艦とか、ああいう戦争に使われた兵器に対して熱線を打っているようにも感じましたので、まさに第二次世界大戦で粗末に扱われた命の化身のようにも見えました。この粗末に扱われる命っていうのは過去作品でもたびたび描かれてきてるんですね。例えばアルキメデスの対戦の時は冒頭にですね、戦艦ヤマトが沈むシーンがあるんですけれども、まあ、乗組員たちがですね、今にも沈みそうな中で玉砕覚悟でね、うわーっと戦っていく中で撃ち落としたアメリカのですね、航空機の兵士をアメリカ側がですね、こう救助するためにそれ用の航空機がやってきて助けてまた去っていく。アメリカ側は人命救助を目の前で行ってるんですが、自分たちは沈みゆく船で死を覚悟して戦わなければいけないという絶望的なシーンがあります。他にもこの永遠のゼロでは主人公宮部久蔵というのはものすごい戦闘機乗りなんですけれども、特攻したくない、生きて帰りたいという人物ですが、その特攻兵たちを教える立場になっていくんですが、教え子たちが散っていく姿を見て自らも特攻を決意していくというような、命を粗末に扱われるっていうのはですね、これまでにも描かれてきました。だからこそ今作のゴジラでは恐るべき恐怖の対象であるゴジラが沈んでいくシーンというのはまさにですね、戦争の犠牲になった人たちそのものに対するこの敬礼だったのではないでしょうか。そう考えてみるとこの作品に行われている最後の一連の出来事というのは負を背負った神様、魂のね供養のようにも見えてきます。続きまして今作において兵器とか作戦も出てきましたので、ちょっと複雑な部分はあったと思いますね。分かりやすくご紹介していきます。まず今回ですね、途中から出てきたシンガポールからねやってきた重巡洋艦高尾ですね。戦艦っていうのはこの大規模砲撃
機戦を想定した、あの、大きい戦艦です。あの、ヤマトとかね、有名なところでありますけれども、まあ、こういう高尾っていうのは、巡洋艦、その戦艦を護衛したりとか、サポートしたりするんだけれども、重巡洋艦ということで、ある程度装備がですね、しっかりある巡洋艦になっております。特にこの高尾っていうのはですね、この艦橋の高さとか大きさっていうのが、やっぱり非常にロマンがあるというか、魅力的らしくて、やっぱりどうしてもこの高尾っていうのをですね、出したかったらしいんですね。山崎隆監督の魅力的な部分が、この作品にも投影されております。まあでも今回の映画において、対ゴジラ、初めて軍艦と戦闘したのが、おそらく高尾が初なんじゃないか、と思われます。その後ですね、実際の高尾というのは、まあ、46年に地鎮処理されていきます。戦後処理で勝利国にこう振り分けられていくんですけれども、高尾はイギリスに当てられるんですが、イギリスってのは戦艦をめちゃくちゃ持ってたらしくて、結果です、戦後間もなく沈められてしまったそうです。で、今回出てきた渡積作戦、まあ、渡積っていうのは、ね、海の神っていうのでも有名だと思うんですけれども、まあ、簡単に言うと沈めて浮かせて、この浮力のかけ方とその減圧でゴジラの体を崩壊させて痛めつけていくというですね、自然の力、海の神様の力を使って倒そうという、まあ、斬新な武力を使わない戦い方なんですけれども、簡単にですね、分かりやすく説明すると、まあ、ちょっとそれでも難しいんですが、こう上から重力ってかかるじゃないですか。で、水に物体が浮かぶ時は浮力がこう下からかかるんですけれども、物体が水に入った時にこう外側に押し出した水の重さがこう浮力になっていくそうなんですね。例えばお風呂に入ると、人間が入った分外側に水がバシャーと出るじゃないですか。そのバシャーと出た分が浮力になっているそうなんです。ゴジラの周りに泡をブク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 発生させることで、水中の空気の量は増えていきますよね。でも水の量って減っていきますよね。つまり押し出すはずの水の重さが下がっていく、イコール沈むっていうことらしいです。僕もですね、いろんなもん読んだんですけれども、説明しててもわからん、ピンとこないっていう人いると思いますので、概要欄にですね、動画入れておきますので、それを見た方が早いと思います。名古屋市科学館でですね、ブクブクタンクっていう、本当にこれと同じようにですね、泡を出すことで物体が沈んでいくっていうのをですね、実験できる装置の動画がありますので、それ見たら、あ、ゴジラこうなってたんやっていうのが分かってくると思います。この浮力を研究してたのがアルキメデスの原理ということで、まあこういうところでもね、過去作品を回収してくるのかって思ったりもしたんですけれども、まあさらにですね、この渡積作戦にはメインで活躍する、まあトータル4隻あったんですが、メインで名前が上がってくる2隻の軍艦があります。これが結構熱いんですよ。まず1隻目が駆逐艦雪風。こちらは太平洋戦争の主要戦に出撃して、難しいと言われたね、ガダルカナル島から撤退する作戦とか、まあそういうのにも出撃したにもかかわらずですね、軽傷というか、読んでた記事によると、ほぼ無傷で生還した豪運船、強運船なんて呼ばれ方をしております。38隻作られた同型艦の中で雪風1隻のみが生き残ったという、まさに幸運の象徴でもあり、他の艦が沈んでいく中で、その両艦の最後を見取りながらも懸命にですね、生き残った味方の兵隊の命を救助し救っていきました。さらに戦後はですね、この福音輸送艦として1万3000人を運んだ救いの船でもあります。その後はですね、まあ、最終的には丹安として中国に行って、1971年には解体されるという運命をたどるんですが、この中国に行った丹安時代もですね、なぜかピンチになっても生き残ってしまうという逸話がある軍艦らしいんですね。もう一隻活躍するのが駆逐艦響きです。映画の中でね、響きと雪風っていう名前が、メインで出てきてたと思います。この響きはですね、軽傷だった雪風とは対照的に、戦火の中で3回も甚大な損傷を受けてですね、もうダメだとなりながらも終戦まで生き残った不死鳥と呼ばれる軍艦らしいんですね。すごくかっこいいですよね。響きもまた戦後は復員輸送に従事し、響きの方はソ連に渡されて1970年に沈むことになります。つまりこの渡積作戦でメインで活躍したのが、この実際に命を救うためにあの激しい太平洋戦争の中で生き残った奇跡の船で共同作戦を行っていくというですね、もはや価値格の強運のですね、2隻がこうバトンタッチをするようにゴジラを取り囲んでいくというですね、もう俺たちに任せろ、行くぜ響き、やったろうぜ雪風みたいなですね、あの2隻がやってくれてるみたいな、めちゃくちゃ熱い展開らしいです。この時のアメリカとソ連なんですが、この赤い方がソ連ですね。ポツダム会談、第二次世界大戦のこの敗戦処理をしていく会談で、やっぱり民主主義と共産主義ですから、なんかソ連の動きおかしいな、いやいやアメリカお前らなんだよみたいな感じで、この関係性が不穏になり、冷戦状態へと陥っていきます。
まあ、それの関係性もあってですね、まあ、今回のゴジラの駆除作戦には軍を出さないというですね、非常な指令が届いてしまいます。もう日本軍はね、解体されてますから、もう武力ないですからね、当時の日本っていうのは。武装なしの状態。さらに民間のみで戦わなければいけない。そんな中で死傷者ゼロを目指すというまさにこう理想を追求した作戦になっております。そんな中でこの渡す日作戦、切り札として出てくるのが極地戦闘機、神殿が登場してきます。このいろんな人の感想を見てるとですね、ゴジラ以上にこの雪風とか響きとかもこの神殿が出てきたことにも大歓喜してる人が結構いて、そういう見え方があるんだなと驚かされました。この神殿というのは全翼型戦闘機、この口っていうか前のところにこのヒゲみたいなこれニョキンって出てるじゃないですか、これがカナード型といいますか、これがあるのが全翼型らしいです。この神殿というのは第二次世界大戦で活躍したゼロ戦がすごい無双を誇っていたもののですね、やっぱりどじょうに研究されてしまうんですね。新しい革新的な高速戦闘機が必要だということで開発されていたのがこの神殿なんです。それまでの戦闘機っていうのはちょっと前の方に重心がこうグワッとこう膨らんでるじゃないですか。この神殿は全体のですねバランスを調整してこうコンパクト化することでこの揚力を上げて機動性がアップされております。当時敗戦濃厚だったので急いで作らなきゃってこう準備している中で空襲があって部品が足りなくて調達していろいろうわーなんやかんやなんやかんやありながらも1945年8月3日には試験飛行に成功するんですが、あともうちょっとだとなったところで8月14日に終戦を迎えてしまいます。そう、戦争の終盤に投入される予定だった幻の戦闘機がこの作品には登場してきたわけなんです。はい、まあ、そういう反戦思想がありながらもこのミリオタのこのロマンというかそういうのが詰まっている作品になっていたなと思います。まあ、こういうところからもですね、こう山崎隆監督とか庵野さんとかね、ああいう戦艦とか戦闘機が好きな人ね、宮崎駿さんもそうです。まあ、僕の世代だとわからないんですけれども、映画作りっていうメッセージがありながらも作り手側のオタク感が前に出てくるっていうのもなんだかちょっと面白いなとは思いました。この戦争の時代というのはやはりゴジラに与えた影響というのは非常に大きいです。例えば監督を務めた本田石郎さんは助監督でいろんなところから引っ張られながらも戦争に従軍した後戻ってきてまた助監督からやらなければいけなくなってしまうという、黒沢さんは監督になったけれども自分は助監督になってしまうみたいな不遇の時代を過ごしたりもします。さらにこの帰ってきた時は広島のね原爆で焼け野原になった風景を見て愕然としたそうです。75年木先は生えないと言われたその思いがやっぱりゴジラに投影されていきます。さらに特撮を務めた円谷英二監督は戦時中は戦争高揚映画を作ったことで戦後は公職追放の決めにあってしまいます。ゴジラのあのメインテーマを手掛けられた伊福部明さんも当時は戦時科学局員として航空機の板を強化するこういう実験部署にいたらしいんですけれども、その時にはやっぱり命軽く扱われていたそうで、防護服もないまま放射線を浴びてですね血を吐くことで病気になってしまい、まあ、以降を音楽家に専念するという道を目指していきます。さらにプロデューサーである田中智之さんはこの第五福竜丸の事件とか核実験水爆実験を見てゴジラ制作を考えていくことになります。まさにこの初代ゴジラを作った人たちが生きて抗った時代がこのゴジラマイナスワンの時代とも言えるわけです。そしてそこからゴジラが誕生していきます。はい、ここからラストについてもねお話ししていきましょう。やはりこの驚いたのはノリコの生還、いや生きてんのかいと、そんなのありなのかいと思ったのかもしれませんが、まあ、やっぱり当時はね発達してませんので身元が分かってない人たちが後からね実は電報で生きてましたっていう展開はなしではないとは思います。ただやはり最後に出てきたね、あの首元から出てきた黒いあざ、ゴジラ細胞のようなものに感染している可能性は高いと思われます。だからこそあの爆破の衝撃波で吹き飛ばされながらも生き残っていたのかもしれません。彼女の体の中に今後もね何か大きな突然変異があるかもしれませんね。もちろんこれはやっぱりこの原爆が落とされた後の被爆へのオマージュだと思われます。のりこが生きてたことで、あ、ハッピーエンドなのかなとも思いきやマイナスは終わらない、よりね重みが増すような作品になっていました。さらにラストはあのね塊だけになってしまったゴジラが細胞からまた復活するような予感で物語は幕を閉じます。このゴジラ細胞の復活にこうするかのようにね、あのノリコの感染したあざが動いているようにも見えましたので、ひょっとしたらあのゴジラが復活した瞬間に症状がより悪化するのかもしれません。もっと言うとですね、果たしてその症状というのはノリコだけなのかというところも気になります。熱線を吐いた後に降ってくるあの真っ黒な雨、これは実際に広島とか長崎でも真っ黒な雨、真っ黒な灰が降ってきました。放射性降下物、通称フォールアウト、死の灰などとも呼ばれたりすることがあります。
これを浴びた四季島もまた無事とは思えませんよね。まあ、さらには四季島を認識しているような素振りもね見せていたこのマイナスワンゴジラは、ひょっとしたらこの感染した四季島をまたね追い詰めていくのかもしれません。そんな海に沈んだマイナスワンゴジラが復活する日はいつなのか、それはきっと1945年の後、初代ゴジラが公開される53年に人類に牙を剥くのかもしれません。ですが、もし感染してたとしても四季島はノリコを見捨てることはないでしょう。ここからですね、今作のテーマ性についてもお話ししていきます。ここはやっぱり結構大事だと思いますね。このマイナスと共に生きることということだと思いました。物語の冒頭ではどん底の日本においてノリコやアキコ、血のつながらない彼女たちは四季島にとっては邪魔者でした。生きるためなら勝負でも仕方がないじゃないかと言っていた四季島ですが、この二人と出会って時間を共にすることで二人のために命を懸けて嫌い掃除の仕事をしていきます。またノリコやアキコがいたからこそ隣人であるスミコさんと関係が修復されていきました。そしてこの二人のためということもあって家を建てるまで四季島は頑張っていきます。この二人という邪魔者マイナスがいるからこそ生きてもいいと、幸せになってもいいのかもしれないと思えるようになっていきます。災害大国である日本、やはり大きなのは地震が何度も起きます。台風が訪れるルートでもある。島国なので津波も来る。山も多いので土砂崩れも起きるし、川が氾濫して洪水も起きる。空気が乾燥し火災も起きるし、さらに地政学的には日本は戦争に巻き込まれやすい場所にあるとも言われております。これだけ大きな災い、災害、マイナスがある日本だからこそ、困った時はお互い様の精神で困難を乗り越えてきました。命を軽んじる戦争があったからこそ、その後に生存確率を上げる戦いを今回は考えていきます。身を寄せ合いながらチームワークで戦い抜いていく、それは政府がいない中、民間の力だけでも何とかしようという強い意志がありました。マイナスというものはずっとマイナスというわけではありません。マイナス、過去を引きずるのではなく、マイナスを抱えても生きる尊さが描かれていきます。特攻に行かなかった人、特攻を支援した人、生きて帰った人、武器を作った人、指示を出した人、戦争に行けなかった人、戦争で大切な人を亡くした人、それぞれが生き延びる覚悟の戦いを行ったことで、一人一人の戦争が本当に終わった瞬間だったのではないでしょうか。はい、まとめに入っていきましょう。徐々にね、やっぱり忘れられがちな戦争というものを未来につなぎ、知るきっかけの一つの作品として非常に意義があったと思います。さらに、この一つの作品として、山崎隆監督という色が強い独自性も出ていた作品でした。やはりこれからは、クリエイターのそれぞれの個性が溢れる、いろんなゴジラが誕生してくる時代になったでしょう。今作品は12月1日には北米公開されていきます。ゴジラというものを通して、戦争で起きたあの日本でどうやって生きてきたのか、海外に伝える非常にチャンス、意味がある映画になりました。現在好評で映画館に行った時も熱気ありましたし、どんどんと話題が広がり、見に行く人が増えていきます。さあ次は一体どんな人が作るのか。こんな中でも生きることを伝えた今作は、複雑化していく現代社会だったりとか、あとは SNS で他者評価してしまう人生、閉塞感のある日本の未来、現代人はどこか、自分たちは生きてていいのだろうか、こんな悩みをね抱えている人もきっといるのではないでしょうか。自分なんかが、あの人はこんなにすごいのに、頑張ったっていいこと本当にあるのだろうか。この映画を通して生きたくても生きられなかった人がいる、困難な時代を懸命に生きた人がいる、マイナスを吐き出す怪獣を通してマイナスを抱えて生きて抗えと叫んでいるような映画になっていたのではないでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いろんな考え方ある映画だなと思いましたし、映画自体もね、ゴジラ・ザ・ライドの成功があってか、このライド型というか、アクション的なね、映像の撮り方にもなってましたので、4DX とか、スクリーン X とかでもね、いろんな楽しみ方できると思いますので、2回、3回と足を運んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともね、チャンネル登録と高評価と、あとコメントを何卒お願いいたします。またゴジラ関連の動画上げていくかもしれませんので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。